カンムリツクシガモは、長高カモモクカモカツクシガモ族に属する鳥類。中華人民共和国北東部。記録がある地域は、朝鮮半島、日本、ロシア。模式標本の産地は、富山周辺。全長60センチメートル。翌長オス32センチメートル。メス31センチメートル。高等の羽毛が伸長する。から頭にかけての羽は、 暗緑色。右腹は白い。くちばしや甲子は大色。オスは、頬から頸部、背、仮面が灰色。下首から胸部が暗緑色。メスは額や頬、頸部が白く、目の周囲に白い斑紋が入る。胴体は、肺褐色。1877年に、本種のメスの標本が採集されているが、赤つくしガモとヨシの主観雑誌と考えられていた。 日本国内にて口実する本種と思われる写生画が複数発見されたこと、オスの標本が採集されたことから新種として記載された。模式標本、1877年のウラジオストック産のメス、1913から1914年の群産周辺産のオスの産標本しかない。日本では1822年に、 北海道の函館周辺で捕獲された死有の写生図があるほか、漢文金婦の記述から、京皇時代以後に朝鮮半島から海鳥として持ち込まれていたと考えられている。写生画の例として、漢文金婦、松平頼高屋所蔵、鳥尽くし、黒田朝廊家及び松平直明屋所蔵の島津重秀による鳥類写生図など、1989年現在は、 計20点が発表されている。1964年に、ウラジオストック周辺でサンバの報告例がある。1971年に、朝鮮半島で報告例がある。1976から1988年に、中華人民共和国で不確実な発見例がある。絶滅。ありがとうございます。